川上ダムは、三重県東川上地崎、淀川水系木津川の左支線である前深瀬川に、建設が進められているダムである。木津川上流ダム群の一つ。淀川水系の水資源総合開発計画である、淀川水系水資源開発基本計画に基づき、木津川、名張川流域には、木津川上流総合開発事業として1969年完成の、 高山ダム以降、昇蓮寺ダム、室ウダム、布目ダム、日立ダムが相次いで建設された。しかしなおも増え続ける関西圏の水需要に対処するため、1981年より独立行政法人水資源機構が計画しているダムが川上ダムである。ダムの形式は重力式コンクリートダムで高さは91.0メートルと名張り川流域の ダムでは最も包み高が高い。目的は、洪水調節、不特定利水、上水道、工業用水で多目的ダムである。完成すれば木津川流域に建設するダム群の中では最後のダムとなる。2004年完成予定であったが、現在まで本体着工には至っていない。計画長期化の主因は反対運動による保証交渉の長期化によるものだが、 水源地域対策特別措置法の適用を受けて、水没地域対策を進めた結果交渉は妥結され、現在は大体地造成や三重県道29号松坂、青山線、三重県道39号青山三杉線の付け替え道路の工事が進められている。このうち三重県道29号の付け替え工事は2008年に完了した。ところが、 近年の公共事業見直しの風潮の中、淀川水系でも事業の再検討が迫られた。国土交通省近畿地方整備局は諮問機関である淀川水系流域委員会に川上ダムをはじめ誕生ダム、オード川ダム、ヨ、野川ダム及び天ヶ瀬ダム再開発の5事業について事業の可否を図らせた。その結果、2005年に 委員会は事業すべての中止を投申これを受けた国土交通省は川上ダムを建設中止ではなく多目的ダムから利水を一部残した治水ダムとして規模を縮小する方針を固めた。これについてダムに反対する市民団体や事業からの撤退を表明した奈良県は歓迎の意思を示した一方で三重県や伊賀市と地元自治体は投進に反発して 早期着工を求め、地元住民も賛否分かれる結果となった。国土交通省は、地元の意向を無視することもできず、2006年度財務省、予算概算要求で15億円の建設費を計上する、等、最終結論は出していない。ありがとうございます。